山下慎太郎は、日本の洋画家、日本芸術院会員、に課会及び、一水会創立者の一人。画風は、オーギョストルノワールの影響を受けた美しい色彩が特徴である。また、パリ滞在中に、京具師の家に生まれたことから、トンから将来された、仏画の修理を手掛けたのをきっかけに、油彩画の修復や保存も学び、この分野の日本における草分けとなった。 同時に留学中から学ぶ地を収集し、自作の学装にも配慮を欠かさなかった。1881年東京、根岸の兵具市の長男として生まれる。幼少時から海外に親しみ、また特に天人像を好んだことでジップと懇意にしていた、かの方外に天人像を依頼、その図画を手本として過ごした。また1892年頃から、父の友人の一人である。 新岡明堺二章、1899年には、義兄である西田張左在門について、英語と漢文を習っている。1901年、画家を死亡して、藤島武寺に指示し、木炭画を習う。同年、東京美術学校西洋画家選科に入学、黒田清輝に指示した。東京美術学校時代の同期に、青木茂、熊谷森和、和田光造などがいる。 1904年、東京美術学校西洋画家を成績優秀なため1年、繰り上げて卒業。卒業と同時に、東京外国語学校フランス語専科に入学、後日行政高等学校に転校した。翌年4月、アメリカ合衆国経由で、フランスに留学し、はじめは、ラファエル・コランに指示したが、後にエコールでボザールに入学、フェルナン・コルモンに学ぶ。 留学中には1907年5月のスペイン旅行をはじめとして、グラナダ、セビリアなどを経て、年末にパリへ戻るまで、絵画模写などに従事していた。また、スペイン旅行の翌年となる1908年には、窓際をサロンドパリに出品。翌1909年にも、同サロンに、読書、読書の後を出品している。しかし1九百九年晩下に体調を崩し、 スイス経由でイタリアに旅行し、イタリアではミラノ、ベニス、フローレンス、ナポリなどを11月までかけて回り、11月以降はマントン、マルセイユを経て再びパリへ戻った。このイタリア旅行の間に靴の女を制作していた。1910年6月、スエズ経由で帰国。同年開催の第4回文展に留学中に書きためた絵画3点を出品。 読書の後が三等賞を受賞した。また、翌1911年第5回文展出品作、窓際が三等賞を受賞。1914年、有島育馬、ま、石井白帝らと共にに抱会を結成。同年、湯浅一郎と朝鮮を旅行し、朝鮮鉄道局の依頼に応えて、京城鉄道局経営の朝鮮ホテルに壁画を描いた。この壁画は、 翌1915年の歳渡り新た時に完成した。この間、私生活では1910年7月に日本女性と結婚し、1912年に長女が、1914年に長男が誕生している。1915年9月の第2回に家展には10ヶ月当時の長男の像を描いた単語と妻の像を描いた蜘物を出品した。 また、1917年には、参考長に新居を落成させている。1925年文化学院美術部で教弁を取る。1931年5月、朝鮮美術展審査員として、小林万丸と朝鮮に渡った。同年9月23日、神戸港より再びパリへ留学し、ギメ東洋美術館所蔵の屏風絵を修復。この功績で、 翌1932年フランスよりレジオンドヌール勲章シュバリエを授与される。また、同年開催の第19回に加展には春近きセイヌ川などヨーロッパ滞在時代に描きためた作品計36点を出品、特別陳列された。1935年、西中井を大会し帝国美術院会員。1937年、一水会を創立。 同年、帝国芸術院会員。1949年、日天運営会常任理事。1952年、国立近代美術館評議員。1958年、日天理事。1961年、同顧問。1955年、文化功労者。1964年、君産党局日中受賞受賞。1966年4月11日。 東京都港区芝の自宅にて84歳で死去。ありがとうございます。